どうも皆さんこんこにちは、チャックバスです本日はですねポスカードの還元額を0.5%上げるリボ払いの設定とそれの支払い方法っていうのをね 解説やっていいいきたいと思います私はもうねあのゴールドカードなんですけども、まあ、ゴールドカードでもですね、まあ、このエポスカードっていうのは年会費は無料にもかかわらず海外旅行保険がね無料で付帯してたりとか基本還元率が0.5%でリボ払い特典みたいな感じでさらに0.5%もらえるっていうものなんですよね。 で、この、ボスカードのリボ払いの設定、それに対する支払いっていうのは、三井住友クレジットカードのね、マイペースリボとね、まあ同じような感じで、まあ、リボ払いはセット すするんですけども実際は一括払いみたいな感じでリボ払いの手数料はまあ支払わないで還元率をね1%に上げるっていう方法なんですよね今回の動画ではねそのリボ払いの利用方法、まあ、設定方法ですねあと一括払い手数料支払わないでねこれを臨時増額する方法っていうのをね実際の画面でねやりながら解説ねやっていきたいと思いますまずねリボ払いの設定っていう前になんですけども このエポスカードっていうのは、えー、締め日がですね、人によって違うんですよね。27日が締め日で、支払い額確定が6日の人、もしくは締め日が4日の日で、支払い確定日が11日の人、2つパターンがありまして、これはね、人によって違いますので、こちらね、どちらに該当するかわかりませんので、こちらね、ご自身で調べていただいて、えー、確認してください。 っていうのも、えー、これをですね間違った日付でやってしまうとですね手数料は実際に発生してしまってですね あの普通に手数料の支払いのあるリボ払いをする人になってしまいますので、まあ、そうするとですねあの今回のこの動画で解説してるのは、まあ、完全に意味がなくなってしまいますので還元額を、ね、上げるためにこの設定方法を、ね、やられる方は確実に、ね、チェックするようにしてから利用してくださいではねまず全体の流れを、ね、説明していきたいなと思うんですけども27日が締め日で翌月の5日が支払い確定 のの人の場合でもともとは、えー、一括払いになってると思いますので、まあ、日々のねクレジットカードを普通に利用していきますよね。で27日がまあ締め日っていうふうになっておりますんで。 27日で利用額は占められるわけなんですよねですので翌日の28日になったらリボ払いの変更と繰り上げ返済っていうものを行います。でリボ払いの変更とですね繰り上げ返済をする期間なんですけども手数料が無料で稼がねできる期間っていうのが28日から翌月の5日までっていうふうになっておりますんでリボ払いはね28日以降にリボ払いを変更 してもらって、えー、繰り上げ返済ね、まあ、そのまんの流れでね、していただけると、えー、楽なんじゃないかなと個人的には思います。まあ、これを行うことによってね、手数料を支払わずしてパーセントの還元額をね、えー、受けることができます。で、また4日が締め日で同月の10日が支払い確定日の人の場合は、えー、4日で、えー、締め日っていう風になりますんで、えー、5日になったら、えー、リボ払いの変更と、えー、繰り上げ返済をね、えー、行っていただくっていう感じになる。 でこちらの場合手数料は無料で返済できる期間なんですけども5日から、えー、同月の10日の間に返済ね、えー、行うようにしてください、えー、この全体の流れだけはねちょっとしっかり、えー、確認していただいて、えー、利用していただけたらなと思いますこのエポスカードのこのリボ払いをしてね手数料支払わずして還元額を上げる方法なんですけども27日が締め日だった場合、まあ、28日からね、えー、翌月の5日までにね え、リボ払いの変更と、振り上げ返済をしましょうっていう話をさせていただきましたけども、じゃあ毎回ね、リボ払いにするのであれば、まあ、いつでもリボっていうサービスがね、ヘポツカードにはあるんですよね。いつでもリボにね、登録すればいいんじゃないですかっていうふうに思われると思うんですけども、別に利用するのはいいんですけども、基本的にはおすすめはしてないんですよね、まあ。というのも、27日にね、締め日だった場合、 28日から5日まで、翌月の5日までに、まあ、これ必ず返済を行わないとですね、手数料が発生してしまうんですよね。 このいつでもリボに登録してしてまうとです,、ね、ですんでこれ忘れてしまったらですね手数料ねかかってしまいますんで、まあ、そうなってくるとねかなりもったいないのでいつでもリボはね、まあ、基本的には利用しないで1 8日になったらねリボ払いにしてそれを繰り上げ返済するみたいなね形がおすすめとなって おりますそれではね次に実際の利用方法ですね解説していきたいと思います。こちらに画像を出してね解説させていただきますけどもまずねエポスカードのスマートフォンのアプリのトップ画面ねこちらありますよね。ここから支払いのところからリボ払いに変更するをクリックしてください。まあ、こんな感じでね 全額リボにねチェック入れていただいてリボ払いに申し込むっていう形になります。これでねリボ払いの設定はね完了という風になります。これはねとても簡単ですよね。このままあの返済までねそのままいっちゃいましょう。リボ払いの設定と返済を一つのセットとしてね行うようにしてください。ではまたねスマートフォンのトップ画面に戻ります。そうするとね下の方に借りる返すというところがあります。そちらを、ね えー、クリックしていただくと、えー、銀行等、ね、々、えー、は、ね、表示されると思うんですけども、まあ、個人的におすすめなのは1円単位でね返済できるページっていう、ね、サービスがありますので、えー、そちらは、ね、おすすめというふうになっておりますこちらを、ね、クリックしていただくと、まあ、返済の、ね、全体の流れみたいな感じが、ね、出てきますので、えー、下の方に、ね、リボ払い増額支払いっていうのがありますのでそちらを、ねえー、クリックしていただきますそうすると、ねまあ、利用額が出てきまして こちらを押すとねページの方にね飛ぶわけなんですけどもこちらね iPhone のサファリの設定でポップアップロックっていうのをね設定しているとページに飛ぶことができないんですよねでもし、えー、そこでね飛べなかった場合なんですけどもまずね設定の画面を開いていただいてそこからねサファリを開いてくださいそうするとポップアップ ロックっていうものが、ね、ありますんでそこをね解除しといてくださいね、まあ、これをね解除することによってこのページに、ね、飛ぶことができますんでそちらでね支払いをするっていう形になりますそうするとですね次回の支払い額は0円っていうふうになりましてこれでねリボ払いの設定と繰り上げ返済の完了ですね をすることができました、まあ、これでね、リボバいを設定して還元率を上げてるんですけども、手数料をね、支払わないで0.5%の還元をね、これでプラスで受けることができるようになりました。いかがだったでしょうか今回はエボスカードの還元が0.5%上げる方法をね、解説させていただきましたけども、これね、複雑なようにね、見えるんですけども、 これ慣れてしまうとね、本当にすぐ終わりますんで、三井住友カードのね、マイペースリボの臨時増額ね、やったことある方でしたら、ちょっとね、分かると思うんですけども、最初はね、覚えるのちょっとね、あの、大変だと思うんですけども、慣れていったら本当に一瞬で終わりますんで、ぜひね、エポスカード持たれている方で、今後ね、インビテーション狙っている方とかね、ANMI のね、メインカードにしようと思っている方はですね、ぜひね、 あの、このやり方ね、覚えて、利用してみていただけたらなと。 思います、えー。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルではですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、えー、クレジットカード、お得情報、あとね、マリオットボンボンホテルについてね、審査していただいておりますんで、えー、もしよかったらですね、チャンネル登録していただけると、えー、とても嬉しいです、えー。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。